ングセンターにやってまいりました。はい、すごいバッティングセンターだー。もうすでに1試合やってみたいな感じなんですけど私でも球技苦手なんですけど、なんかゲーハーさんの見てたらなんかできそうな気がしてきました。まあそんな感じで一回ね戦ってみようかと思いますんで、75キロ対140キロ。当然75キロはももちゃんと、140キロは私と、さっき打って3、4球しか前に飛びませんでした。基本は素振りです。まあ、ももちゃんもそんなようなもんなんでいい勝負ができるんじゃないでしょうかねという感じですね。頑張ります。どっちから打つ？俺から打つ？ももちゃんから打つ？先行後攻。じゃあゲーハーさんがちょっとフォーメーションも見ながら勉強して。フォーメーション？フォーメーション？スイング？スイング？フォーム？何でもいいや。フォーメーションで、フォーメーション。フォーメーションを見ながらちょっと勉強して頑張るんで。じゃあ私から打たせていただきますんで、はい、とりあえずこれは取らせていただきます。危ないんで。そうですね、危ないんで全部取って。はい、JR 小渕駅すぐお隣のニュードラゴンさんの前にやってまいりました。やってきました。もうすぐ隣です。駅隣ですね。すぐ隣です。すごい、もう改札出たらすぐすぐです、もう雨降ってても速攻速攻。そうだね、もう雨が降る予感しかしないけど、どんよりしてきたよ。今日大丈夫だと思うんだけどな。あ、サングラス越しだから雲がね全部どんよりしてる。いやでも結構大丈夫だと思います。大丈夫、今日この間よりはいけるはずまあね、見ての通り暑いんで。暑そうですね。これどうしたんですか？なんか怪我？さっきからつけてるけど。なんかそう、おしゃれでやってんのか怪我したのかちょっとなんか触れにくいなと思って黙ってたんですよ。シャレオツでしょ？そう、なんかちょっと可愛く。どうしたんですか？え？ちょっとおしゃれキャラ。そんなキャラでしたっけ？でもね、暑いからキャラとかそういうのないんだよ、もう。そうね、とにかく暑いと。でも冷えピタです。冷えピタみたいな、もう冷えピタって商品名ダメですね。ちょっと冷たいやつです。冷たいやつ。まあこのまま貼っつけたまま、はい、リハさんも中に入りたいと思います、はい、ちょっと中2人で入ってはいブラブラさせていただきます。はい、では行ってきます。ゴー。はい、行きましょう。お、広い。あ、涼しい。あ、1円パチンコありますよ。おっさんと1円パチンココーナーもありますの。しかもお客さんも入ってる。これあれですか、あの何ですっけ、ハタコ。ブーエンボードだね。すごい、これいいですね。タバコの煙がいかない。ブーエンボードがあっての これもあるね。あ、これですか、もしかして。おお、手が疲れない。なるほど、これもこれなんですか。フロント見て、あ、ドリンクホルダー。おお、コンパクト、すごい。おお、詳しいゲーハーさん。そこ王なの？すごい。これ王なんだ。これがこう動く方が王だけど、ね。これもすごい。もうできる。あとは下と上があるから、はい、まず下見てみようか。あ、はい、すごい、ヤグラがいっぱい。なんかこういうのあるのも珍しくないですか。
こういう何こういうのあるの珍しくないですか。あ、まあジャグラーって分かりやすいよね。そう、これに感動しました。私すごい。あ、トキ、北斗の拳、トキパネルだ。やりたいすごい。上は5円、はい、2階ですね。息切れしない大丈夫結構もうハーハー言っちゃってるけど息切れがあ、なんか広いですね。休めるね。休んでいく。あ、もうじゃあ俺タバコ吸ってるんで、もうやってきて。ダメですよ、サボってたらもう。もう広い5円スロットコーナーでした。はい、ニュードロガさん見てきました、はい、いやー、なんかいろいろあったんですけど、うん、それ言ってみ覚えてんのあの、まず1円パチンコがありました、はい、あと、あれです、これです。こういうなんかあるじゃないですか。どんな動きですか、それはこうやって出すやつ。あ、分煙ボードね。そうそうそう、分煙ボードでブイッと煙を防ぐやつとか、あとこういうそれパチンコ売ってる人でしょこういうやつですよ、こういう。肩でも痛いんですか。なんかスルっていく。なんだあれは。肘置き、あ、そう、肘掛けあれいいですね、なんかこう可動式のね、疲れないし、うん、とか、あとこういうドリンクホルダーがあったりとか、そうすごいなってまあね。そう、あと、なんかお店出るときにあのアルコールのなんか自動だったね、そう。こうやってあとシュッて出てきて、あれ便利ですね。あれちょっとびっくりしたわ。いいですね、びっくりした。なんか押すもんだと思った。初めて見ました、あんなのね。すごい、どうですか。あとはなんかアロマがあるらしいんだけど、あんまよく分からなかった。あ、はい、どこにあるかちょっと見つけられなかったんですけど。ただアロマ空間らしいんでね、ちょっと癒されるんじゃないでしょうか、うん、来たら。この暑さで何も分かりませんあとはこの駅の隣にあるのに、はい、うん、裏には駐車場があるらしいんで。お、駅前店なのに駐車場があるんで、車の方、自転車の方、バイクの方も来れるらしいです。とても何でも来やすい場所ですね、はい。その辺の映像は違うカメラで撮ってるんで、僕ら見てません。見てない。あとで差し込まれるはずです。はい、そんな感じで、はい、そんな感じですぐお隣の小渕駅、お隣のニュードラゴンさんを終わって次の駅に行きましょう。はい、ではもう行きましょうか。暑いんでね、電車に乗ってガタガタ行きたいと思います。あー、暑い。そういえば、ももちゃん、バッティングの勝負って俺の勝ちだったよね。え、バッティングセンターで。いや、でも私も結構打てましたよ。75キロ対140キロ俺の勝ちじゃなかった。俺結構ポンポン前に飛ばしたよ。え、私もでも結構そんな数じゃないけど打てましたよ。ポンポンって、ポンポン。初めての割に。初めてだったの。はい、そうですよ。なるほどね。すごくないですか。いや、中身見てないから。え、中身見てたら俺の方が飛ばしてたとか言えるけど、見てねえから聞いたんですよ。いや、でも結構私の方が勝ちなんじゃないかなみたいな。まあその辺はね、見てないからノーゲームでいいから、せっかく電車乗るんで、はい、切符勝負しようぜ。切符勝負とは。切符勝負知らん切符勝負知らないです初めて聞きました、切符勝負。あのね、スタッフの方、人間に、はい、切符買ってきてもらって、あ、はい、あの切符になんか4桁の番号あるじゃん、うんうん、あれも数字全部足して大きい方が勝ちにしようぜ、はいはいはい、あ、なるほど、うん、結構簡単なゲームですね。わ、うん、かりました。だって暑いもん暑いもんもう一回バッティングしろっていうのは無理だよいいですよ、うん、じゃあ切符を、はい、じゃあお願いします。武器たで。あー、来たー。裏返しだからもう先選んでいいよ。はい、これ。はい、これ足せばいいんですね、うん、どれだ。あ、これか。
足し算できたらの話だけどね。ちょっと待ってください、喋りかけないでください。今計算してます。4桁の数字書いてありますけど、その4桁が瞬時にできないっていう残念な人だったんで。はい、大丈夫です。 OK です。はい、私25です。あ、お、29 3998。29、ほんまや。イエーイ、負けました。やったー、勝っちゃった勝った勝った、負けました。え、これ何やってくれるんですか。ね、勝った方が走って次の駅まで行くっていう。え、ちょっと待って、おかしくないですか。勝った方がっておかしいですよ。あ、まあ次の駅で何かするって感じですよ。あ、わかりました。じゃあ何か考えて、はい、ということで、じゃあ次の駅行きましょう。はい、行ってきましょう。はい、JR 松田駅にやってまいりましたが、はい、したがしかしですよ、何してくれてんのよ、もう。ちょっと待ってください。いやいやいや、みんなに誤解を与えますから。ただ何をしたかはまだ言ってない。そうですね、あのね、こう桃川さんがね、おもらしをしまして。おもらしじゃないです、まあ、ピーですよ今の。ちょっと私濡れてるんですよ。タオルもちゃんと持参して、どっかの台がおもらしてますんで。まさかね、まさか2回連続で雨が降るとは思わなかったんですけど、町田に着いたらなんと結構な雨が降ってて、残念です。びっくりしちゃいましたね。この収録呪われてますよ、もしくは、はい、もが呪われてますな。いや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 、多分暑いから気を利かせて雨を降らせてくれたんですよ。そうやね、ちょっとやっぱ気温をね、低くしないと体も、ね、そうやね、ホットホットな感じだったんで。俺死んじゃうしね。そうそうそう、こんなね、格好だし。そう、プラスに考えましょう。プラス思考、プラス思考で本日中止という形で。なんでそこから中止になるんですか。まだまだですよ。いや、雨の日やるより雨上がって別の機会に撮った方がよくね。え、多分また雨降る気がする。また雨降りますよ、きっと。これはね、中止だ、中止。中止中止中止。いや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 、やっぱ行くならこんな店。いやいや、ちょっと待ってください。ちょっとここ真ん中なんだからこっち来たらダメじゃないですか。ぶつかるに決まってるじゃないですか。両サイドが出てきてくれって、どこで止まってくれって指示がなかったから、そのぐらい分かってください。正面衝突しかないかな。もうそんなこんなでやってまいりましたよ、パサージュさん。はい、オリエンタルパサージュさんの松田店さんに来ました。やってきました。こちら、小田急線町田駅北口からすぐのとこにありますね。はい、まあ、JR 町田駅ともすぐ近くなんで、はい、まあ、雨も降ってるんでね、ちょっと小田急線さんの中を通って、ね、はい、北口すぐそこなんですけど、うん、そこからおろって、おろっと目の前でしたね。はい、着いちゃいました。はい、あと、このオリエンタルパサージュさんも、なんか昨日リニューアルされたみたいなんで。はい、すごいですね。今ちょうど昨日入った寝台の画面ですけど、さっきまでリニューアルになりましたとか、うん、そういうのもお花もいっぱい置いてあったり、まあ、そのタイミングがあったら後ろに映ってるでしょうって感じですね。今はエヴァです、残念。はい、まあ、昨日リニューアルオープンされてちょっと2階が変わったらしいので、はい、あ、ごめんなさい、すいません、腕当てちゃって、もうほんとすいません。さっきからもう本当に、ちょっと店内を2人で見て、はい、なんだこれっていうのを紹介していこうかなと思います。では早速行ってきましょう。はい、行ってらっしゃい。一緒に行くんですよ、ほら、ゲーハーさん。もう2段階張りだよ。すごい、やっぱでもリニューアルしたばっかだからすごい綺麗だな。あら、あら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 、ここも、おお、すごい、あー、大好きなこれです。
ですね。ここにもありましたね。ねえ、はい、間もなくあと15秒で桃川優子オンステージが始まります。オンステージ、バサンジさん、皆さん遊びに来てください。これすごい、100人打っても大丈夫、100人打っても大丈夫、大丈夫。始まったのかな、7月の22日から始まりました。2回パチンコパワフルなシステム、すごい、すべてに箱がないパワフルなシステムで通路が広くなってます。いいですね、ちゃんとスッキリしてる。でもって一緒にエヴァンゲリオンも入ってます。ちょっとエヴァと同じ、あレイと同じポーズ取ってる。本当だ、あんなセクシーになれないですよ。やってみましょうか。1円パチンコ、1円パチンコの方もドル箱がないよーと。おー、すっきり。しかも1円パチンコもいっぱい台がある。パチンコは4円と1円で、2回は出玉なし。おー、すごい。1回は、海パサ、海パサですね。100人打っても大丈夫。パサ次は3回スロットコーナーに参ります。3回、すごいキラキラしてる、かわいい。桃川優子オンステージ第2弾第3弾。疲れちゃったんですか。空気清浄機、これでね、空気も常に綺麗です。はい、リニアルオープンして、こちらの定型駐車場、こちらが出来上がっております。ですのでお店からちょっと離れてますけど、車でも来れますんで、皆様車でのお客様もどうぞオリエンタルパサージさんに足を運んでみてください。遊びに来てください。はい、オリパスさん、はい、綺麗になってましたね。はい、やっぱリニューアルしてただけあって、いろいろ最新になってました。何が目につきました。一番これとこれだっていうのは、でもなんか1円パチンコがすごいいっぱいあって、広かったんですよ、ホールさん、それがなんかすごいなって、1円パチンコもいっぱい楽しめるなって思ったし、まあ、2階がねパーソナル全部ボーンって変わってるらしいので、ね、まあ、そうですね、前の1円もパーソナルだよっていうツッコミがもしもあったらっていう感じなんだけどそうですね、まあ、4円パチンコ全部、はい、まあ、2階の全部がリニアルオープンで、パーソナルシステムに出玉ないと、はい、そして1階には100台、100人打っても大丈夫の、海パサと、はい、あれびっくりしましたね、本当。まあ最初ね、理解してくれなかったけどね、その海パサなんだろうと思って何かのパクリだっていうのが分かってくれなかったんですけど、何かのパクリかはまあ皆さん分かってると思います。あれですね、100人です、100人、はい、そして4円パチンコ、1円パチンコ、20円スロットっていう感じでありますけど、はい、これも、お見逃せないと。上でも撮りましたが、定型駐車場もありますよと、はい、この辺はお近くの方、車で来たい方使ってください。はい、ぜひとも車で来てください。はい、そんなことで町田終了です、はい、じゃあ次の駅行こうぜ。終了の前にさっき切符で罰ゲームやってないじゃないですか、負けて。なんで
まあ、ちょっと罰ゲームやってもらいたいなと。何の話じゃないでしょう。さっき計算して負けたじゃないですか。なんで水に流せって言ったんだよ。言ってない言ってない。雨ですもうやんだよ。いや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 、神様があさっきのことは水に流せ、ね、それは負けんの遠吠えって言うんです。はい、負けんです。はい、認めちゃった。え、ダメです。はい、ということでですね、ゲーハさんには、はい、私喉も渇いたじゃないですか。私ちょうどもうお昼も食べておやつの時間の帯なんで、まあなんか美味しいものとなんか美味しい飲み物を買ってきてもらいたいなと。雨も止んだし、お願いします。罰ゲームです。気分によって頑張りたいと思います。気分によってお願いします。まあそっちの方まで行きましょうか。はい、そうですね。行かないかもね。行かないかも。そんなこと言わずに行きましょう。コンビニエンスストアがあるからそれでもいいんじゃね。なんか美味しいものありますよきっと、町田だし。まあ、行きましょう。はい、じゃあね、はい、この仲見世商店街に、はい、美味しいものがあるらしいってのをこの前テレビで見ました。おお、テレビで。あたい買ってこさせていただきますので。あ、お願いします。楽しみにしてます。あ、来た来た。お、何ですかそれは。はい、とろける生チョコラテらしいです。生チョコラテ。はい、すごい。あ、なんかすごい生チョコのドリンクですよね。ちょっと氷があるってことは。どんな味なんだろう。冷たいのかな。冷やしてから飲みたいとこかな。どんな味なんだろう。飲んでみていいですか。もうツルツルって音立てながら。いただきます。それじゃあ飲んでるか分かんないでしょ。ツル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 って。うん、なんかチョコレートを飲んでるみたい。それはね、生チョコですから。いや、本当にチョコレートだ。うん、うん、美味しい。チョコレートです。あ、大好き、こういうの。美味しい。うん、なんか濃厚だけど、でもなんかさっぱりしてる。じゃあ、食レポお願いします。ただ、僕、美味しく飲むだけなんで。うん、いや、でも、なんかなんだ、チョコレートの甘さもあるんですけど、甘いって思って、でもなんか飲んだ後さっぱりしてるんですよ。なんかすごい不思議。え、これいくらぐらいですか。5万円です。そんな高くないですよ。5万円です。まさかそんなゲーハーエクさんが買ってきてくれるはずないですもん。5万円の割り勘なんだ。罰ゲームじゃないですか。え、でもなんか上品な味ですよ。280円です。うん、いっぱい。うん、おお、ちょっとセレブな感じですね。でもお味は本当美味しい。うん、うまい。美味しい。